準備万端だ。わかった。オッケお前を止められるのはただ一人、俺だ。ここがセクターシティの心臓部か。何が待ち受けてるかわからねえな。でも先に進むしかない。ゼウスの野望を早く止めないと。そのためにはまずこの巨大なタワーの中から奴の居場所を見つけ出さないとね。この地下の採掘場が動いてるっぽいけど。本当か？怪しいな。行こう。やるしかねえか。お前を止められるのはただ一人、俺だ。プロクライズ、No chance of surviving this shot. 妙に静かだね。まるで誘い込まれてるようだ。Prog Rise! Shining! No chance of surviving this shot.先は行き止まりか。おい、あれ。これは罠だね。よし、ここは全員で蹴散らそうぜ。いや、ここは俺に任せろ。おっと、こんな美味しい役どころを独り占めなんて教えてないんだけど。まったくだ。お前だけに任せるわけにはいかない。ヒデ、フィリップ、そしてオーゼ、行ってくれ。お前たちでゼウスを止めるんだ。ゼロワンちゃん、君も行ってきな。さあ、人暴れしますか。よし、俺たちは先に進むぞ。ここは？まさか、ここまでやってくるとはね。ゼウス！わかった。
お前を止められるのはただ一人、俺だ。プローグライズ、メタルライズ、メタルクリストファー。 It's high quality。 あくまでも私の研究を邪魔するというのなら仕方あるまい、排除するのみだ。アイダ復活まであと一歩。ようやくここまで来た。数々の犠牲を支払ってな。ふざけるな！俺はお前を許さない。大切な命を簡単に犠牲にするお前を。多くの犠牲を出してまでアイダ博士を復活させるなんて絶対に許すわけにはいかねえ。所詮貴様らには天才の苦悩など理解はできん。たった一人同じレベルの理解者を失った苦しみはな。私を理解できる人間のいない世界などに意味はない。全人類を犠牲にしてでも私はアイダを復活させる。そんなこと許してたまるか。結果の分かった戦いなど。しよう！フィリップ、あいつの体は一体どうなってるんだ。これは奴のメモリのせいだね。どういうことだ。ゼウスメモリは神の記憶を司るメモリだ。その能力はあの何者も焼き尽くす稲妻。それともう一つ、全ての攻撃を無にする力があるようだね。つまり攻撃が効かねえってことか。この力こそ神の証、最強の力だ。今なら降伏を認めてやってもいいぞ。そして私の実験材料にしてやってもいい。お前の実験材料になるなんてお断りだ。ほう、ならば潔く死ぬ道を選ぶのだな。そいつもノーだ。何？確かにお前のメモリの力は最強だ。だがな、それを崩せる手があるとすれば。強がりはよせ。どうせ何も手がないくせに悪あがきは見苦しいぞ。いいや、手ならある。そしてお前は手の内を見せすぎたようだな。まさか翔太郎。切り札を切らせてもらうぜ。まさか貴様、それはこのエターナルメモリの力でお前の力を無効化してやるぜ。ダイド、エターナル力を貸してくれ。命をもてあそんだ罪をその身に受けてみろ。虚しいな。結果の分かった戦いなど。しよう！
No chance of surviving this shot.最後の手段を使うか。今、最後の手段と言っていたね。あいつ、まだ何かやろうってのか。行くぞ。 お前の罪を数えろ。 ここは？ かかったな、仮面ライダー。ここには最大規模のコアエナジー供給装置がある。この供給装置と 完成した私の技術があれば、私は私自身を最強の存在に強化できる。なんだ、コアエナジーが。さあ、すべてのコアエナジーよ、私と一つになるがいい。そして私は神を超えた存在になる。さあ、 裁きを受けるがいい。おいおい、嘘だろ。まるで悪魔だ。止めるしかないね。俺たち仮面ライダーの力で。 虚しいな、結果の分かった戦いなど。 攻撃してもすぐ回復しやがる。これがコアエナジーの力。あの供給装置がもたらす回復力は
僕らの攻撃力をはるかに上回っている。俺たちじゃゼウスに勝てないのか。何もう負けた気で嫌がるんだ。アンク、だけどもう打つ手が。せいぜいうつむいてろ。やめろ、そこには高濃度のコアエナジーが。どっちみち俺はコアエナジーで生かされてる。こんなのコアエナジーが弱まってるうちにとどめをさせ。バカな、そんなことをしたらお前もただでは済まないぞ。アンク、まさかお前最初から知ってて。当たり前だ、求めているものはこんなもんじゃない。あれは桐彦、お前生きてたのか。この偽りの命をそう呼べるならな。私が信じたお前なら私をフートの風に戻してくれ。俺のいる明日はお前が切り開け。そこで待っててやる。早く来たらな。このメダルは、このチャンスにかけよう。アンク、俺が天国への手向けだ。ゼウスの雷帝にひれ伏せない。さあ滅びるなり。
手向けだ。ゼウスの雷帝にひれ伏せない。Let's go.